買取依頼が来まして、足場の買取依頼が来ました、はいはい、すごいありがたいですって返答をもらいまして、うん、そこでちょっとやってしまったかもなって、買い手があんまりいない、あれこれダメなタイプじゃない、えこれ形が違うんだ、いやこれ本当大スキャンダルだわ。サブロン150本手すりが400です。サハマチこれですかね。いやそれは安すぎるだろう。買ってみるけど、はい、安くね、結構安く入れてるでしょ。どうした、いやストレスで買ったろうみたいな。じゃあもうこれじゃあもうそうかおい、いやいやいや、ちょっとやってしまったかもしれなくて、あのちょっと待って、こんな話すごい、あ、じいさんすごいっすね。しかも俺がさ、睨みつけとるから、私かみたいな感じで聞いて、いや私はなんか急になんか社長が大きい声でスタートするかなと思って黙って待ってたのに、はい、おはようございます。おはようございます。いや今のすごかったっすよ。あのですね、はい、まあ、何言ってないんだけど、まあ、足場の販売、レンタル、あ、まあ、買い取りが一番今、もう本当に買い取り、本当にお願いします。いっぱい来てほしいんだけど、あの、買い取り事業やってて、まあ、基本的にはすごい、やっぱ女性で、やっぱなんか家計の人だな、みたいな。細かい。お金のことに関しても。そうで、それって逆に俺優秀なわけよ。逆に営業とかってのは俺に電話しづらいとか、まあ、俺が行かんだけど、電話してこんから、なんか、中途販売ってやらないし、なんか、もさ、なんか終わっちゃってるみたいな。すごいそういうところが安心して、足場、あ、これ任せてもいいなって、だんだんもう任せるわみたいなってね、うん、でやってみようよみたいな。だけど、まさかの今回、ちょっと違ったか、今じゃなかったね。違ったらしい、違ったらしい。いや、違ったから、どういう気分けの時かなと思って。うん、まあ、自分の口から言う？そうですね。ダメ、言います、ね。待ってるけど、大丈夫。はい。いや、こがないように混んでる。はい。買取依頼が来まして、足場の買取依頼が来ました、はい、はい、で売りたいっていう連絡が入って、うんうんうん、で写真を 2,3 枚送っていただいて、うんうん、で見た感じ、あんまり確かに私もまだ素人目というか、うん、あんまり詳しくないんですけど、まあ、見た感じ私から見ても、うん、あんまり資材は綺麗ではないかなっていう印象、うんうん、で、少しじゃあ、安くしようで出して、うんうん、見積もりを提出しまして、うん、相手からそしたら、うん、今まで鉄くず業者って頼んでたので、うん、半分ぐらいの金額で、私が半分ぐらいの金額で、うん、お願いしてたので、すごいありがたいですって返答をもらいまして、うん、ありがとうか、はいはい、うんうん、あ、そこでちょっとやってしまったかもなって、あ、そこで思ったの、そこで思った、こんな高く買いたいダメだったのに、絶対思った、絶対狼だけめちゃくちゃ泣かれるもんね、あいつ。なんであいつがあんなに泣かれるの、ちょっと映してみて、絶対あいつがめちゃくちゃ泣かれる。あ、そこで思った、そうです、そこでやばい、怪しくてしまったかもって思って、あ、それで言ってきたの、あ、そうです、じゃあ物はそんなんじゃ写真だけで、いや、もうブロブロですみたいな感じで、まあ、綺麗じゃないかなっていうふうな、そこで堀川さんに相談して、うん、状態を見てもらったら、確かに綺麗じゃないねって言って、うん、まあ、でも全然使えるは使える、使えないことはないけど、あ、そうなの、うん、ただその買い手があんまりいないかもみたいな、あ、はい、そういうことか、まあ、自分たちで使えるじゃん、使える、いや、それは辞書で全然使えると思ってます、そうか、面白いな、僕いじめたかったな。やっぱ優秀な人ほどいじるところはなかったですね。あ、じゃあそんなに、じゃああれだね、まあ、カメラ回ってる、っ回ってるっす、こらうわ、可愛い子だからってめちゃくちゃ優しいやん、こらやばやば、自分さんに対する対応こんなんなんですよ、皆さん。これなんか書く変な差別だとか言ってコメントで、まあ、みんな頑張ってるよ、もちろん、もっと余裕だなって、ほんと細かい、でも水、いや、そのな、な、何って、まあまあ動画待てんのって言ったけど、 なんでその普段だったらそういう話って絶対持ってくるんだろう、まあ、そうですね、なんで突然いきなりやっちゃった、それ、うん、
やっぱその自分が責任持って、いや、こんないいこと言ったらダメっす。うわ、好感度狙ってる、それを。うわぁ、じいさん、ジャブだけ打っといてやめろやめろよ。うわぁ、なんか珍しいよな、これ。いや、実はちょっと、しかも一言二言、私が申し訳ない、はい、いや、まあ、そういうこと言うの違うんでって言っといて。めっちゃ嫌な人みたいな演出になってるっすよ。待って待って、で、あ、自分、あ、何、そう、聞きたい、マジで。いや、実際メンバーが聞いててダメかなって自分で判断して決めて、うん、で、なんでごめんなさいって言った。もうそれは失敗じゃなくて、まだ未確定じゃない、うん、まあ未確定です。ただ、まあ、自信がなくなって、あ、それだけ。あ、じゃあもう完全にやらかしちゃいました。こんなもん言えないでもないわけでしょ。はい、そこだったんですよ、今までじゃない。全部これ一回いいですか、うん、はい、ね、いい時間切りぐらいあります。はい、あー、眩しいなこれ。日焼け止めるわ。日焼け止め塗ってきた。塗ってきてないです。じゃあ見ようか。はい。あ、どれ、これ？この緑のやつです。それとこれと。あ、全然いいじゃん。あ、俺これが糸ったやつ？はい。これサブロックが何本？150です。あ、サブロック150の、はい、で、あとは手すりがだいたい400ぐらいです。あ、手すりがこのタイプか。はい、でもこれ、あ、何これ、なんかあれ、あれ、これダメなタイプじゃない？え、これ形が違うんだ。四角がどうのこうのって言ってたね、お父さん。それは10本しか入ってないし、多分これのこと言ってんだよ、うん、お父さん。あ、これはダメだよ。これはいけるんかな。あ、そういうことですかね。これ何が違うんですかね。いや、これ、これこういう風じゃん。いや、これ本当大スキャンダルだわ。じいちゃん、あ、じいちゃん、じいちゃんって、じいさん、じいちゃんって言って、俺も笑いできたよ、お前。めちゃくちゃ熱いしな、ここ。いや、じいさんやばいわ、これはマジでやってしまいましたかね。いや、これはちょっと相談した方が良かったかもしれんな。マジですか。これもちょっと違いますね。いや、これだ、相当だよ、半分以上これだよ。え、前、本当にあれですか。どうでしょう。だってこれ、はい、パーツ見たけど、これも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 、コン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 、これだって、ここがへこんどるじゃん。これもこっとるよ。これもこっとるけど、これ入るのかな。いや、これ確認してるかな。確かに。まあ、これやっちゃったな。やってしまったぞ。これガチでやってますね。G。もうこれ3つけれんわ。G もやって。G だよ。笑っちゃう、G。G ってかわいそうだよね、でも。でも、物自体はそんな悪ないで、でも。本当ですか。だけど、まあまあ一回ちょっとものの、はい、俺が思うのは、はい、そのまあ事務所でも言ったけど、まあ、これをさ、まあ、俺らもどんどん在庫買って、まあ、売れてっとるんだけど、まあ、結構やりたいなって今思ったのは、これだけ欲しい、これだけ欲しいって在庫がこう余ってくるから、もう入れたやつを売るみたいな、セットでね。そうそうそう。で、これが150本、サブログ150本、はい、の手すりが400です。400本、はい、で、このセットでサハマチ、いくらだと思いますか。あの、普通が分かんないんで微妙ですけど、いや、これがまあ使えるとしてな、前提として、あ、ぐるるるる、400本、150、1000万。いや、そんな高いわけないだろう。ちょっとこれ 見るとあんまよくない。はい、あ、ぐるるるるる、何回例えた方がいいですね。いや、いいよ、金額でもいいよ。うーん、難しいですけど、うん、安めの軽自動車、だいぶ安い、激安軽自動車。軽自動車いくらいくら、どれぐらい、軽自動車いくらいくらい、どれぐらい。まあでも20万で買えるやつもあったりするから。いや、それぐらい安いでしょ、さすがに。仕入れねえよ。激安っていうの。じゃあ、なんかないよ。じゃあ誰の給料ぐらいとか。むずいっすね。じゃあ、まあ私の。いや、それは安いだろうって、俺も安いだろうって言ってたけど。あったのよ、お前、やらしいやつだな、ほんと。いや、なんで金額を言わん、なんで金額言わん。いや、まあ、ちょっと相手の、いや、プライバシーとかもあるんで。いや、いいでしょ、別に。あ、まあでも、売り値があるか。でも、ビールでいくらぐらいで売りたいなと思ってるの。まあ、じゃあ、ぐらいですかね。いや、それは安すぎるだろう。それは安いだろう。まあ、ピー入ってると思いますけど。わかんないよ、視聴者はない。いや、それはちょっとあれじゃない。でも、これ次第だよ。これが本当にこのタイプしか使えんやつで、うんうんうん、だったらまあ、ね、いいんちゃう、うん、引き取りも OK で、
まあ、うちは検品しとるから、はい、ダメなやつが10個ぐらいって言ったらね、さっき父ちゃん、あ、動画撮ってないか、これはもう数に入ってません、今これね、この四角いやつは数に入ってないけど、もうこの梱包を取ることすら作業だから、1万2万の経費かかるから、はい、まあ、このまま引き渡すけど、まあ、この数でいくと、数がいくつなの?400です。まあ、厳密に言うと420ぐらいです。あ、428になるとね、はい、ここは、はい、だけどこれがなんか10個ぐらいあるって言ったっけ、はい、でこの数は出すけど400ちょいだね、うんうん、はい、で、まあ、これとこれのタイプが一緒に使えやいいよね。そうですね、だけどこの足場屋さん使っとったんだよな多分、だからピンもあるからゼネコン仕様だよね。これピンがないとゼネコンで使えないんだ。あ、そうなんですか。確かね、かピンないやつあるじゃん。うちなんか昔のやつなんかもうないじゃん。だってこれなんか全部ない。いや、それ反対だってお前まあ、バカだろお前まあ、お前はほんとバカだないや、これでもついてないじゃん、半分がついてないじゃん。あ、そういうことで反対とかあるんですか。あれ、父ちゃんは、あ、そういうの、あ、俺がおるもんね、なんか仕事したぐりしちゃうな。さっき置いてたもん。あ、いいぞ。すいません。社長があの、あれが来たら、また遊んどるって言われるな、って。いや、遊んどるや。だってこの状態だよ。これで、ね、仕事してないって、仕事してますって言ってる方がおかしいでしょ。あ、来た来た来た。あ、いいよ、別に。全然、ね。うん。じゃあ喋らんでほしい。なんでちゃって余計なことが多いちゃったってちょっとおとなしくしよう、おとなしくしよう。いや、映すなよ、映すな、全然いい、映すなよ、余計なこと言え。どうする、やっちゃったね、やってしまいましたね。だけどまあ、はい、うん、視聴者とか買ってないみたいなときはいいんじゃない、はい、安くね、結構安く入れてるでしょ、うんうんうん、結構安く入れてる、うん、まあどれだけ乗せるかね、うん、それはちょっとリハは少ないかなと思ったけど、さすがに、はい、いや、でもまあ、うん、まあ分からん、ちょっとね、一応任せるって言ったらあんまりまた視聴者に叩かれるじゃん任せていねえやみたいな、結局ごちゃごちゃ言ってんじゃんって、ね、仕事だからね。まあでもあれ、まあ、一回興味ある人はインスタにあれあげる、インスタにあげます、あげる、はい、あ、じゃあまあインスタにあげて、ちょっと興味ある人は細かく写真あげとるんで、インスタ見て、はい、で、できやまあ今回からもう売り切りスタイル、そうですね、いや全部が全部じゃないですけど、うん、売り切りだとせこいんやで、そういうとこは。いやいや、安くなるから嫌なんだって。で、出だし夫の目線だから、いや結構細かく聞いてきとったのに、なんでここいきなり行ったって感じだね。はい、ちょっとなんか行ったよね、ポーンって。はい、ちょっと何ですかね、どうした、いや、うーん、ね、子供のことでむしゃくしゃした。子供の話していいの。いや、していいです。子供のことにむしゃくしゃしてもうポチったれみたいな話でなんかよくあるでしょ、シフロなんか投げ銭、なんかもうすげえ問題あるでしょ、投げ銭問題で。あ、そうなんですか。そうそう、ポチってクレジットカードを旦那のやつ全部使い切っちゃって、まあ、感覚は分かんなくはないです。ストレスでしたことある、買ったろうみたいな。じゃあもうこれじゃあやっぱりそうか。おい、これに限ってはあの買ったろうではないです。何だろうな、分かんない、なんでいきなりこんな感じになっちゃった。いや、ちょっと前だけど物見たら案外売っとるよりは全然軽いじゃん、はい、あ、まあそうですね、本当手つくずに売っとるようなやつを、まあ、下げたとはいえこの金額で買っちゃったみたいなのがスタートだったよね、はい、確か。そうです、見る前はね、かわいいな。それで多分ニヤニヤ怒るとかじゃなくて、かわいいよ。だからまたさ、なんかちょっとごめんなさいみたいな、このうるうるした顔、社長の日が見れるこの顔、怒れるから。そう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 、怒れるから俺。じゃだけどすごいんだよ、まあ、本当にこれさ、まあ、すごいすごいって言うと、まあ、他の順もみんな、まあ、それぞれがね、労務系税理系だからさ、まあ、今ちょうどたまたま、ね、こういうことやってみないみたいな感じでやり始めて、結構この間も1000万ぐらいずれたし、はい、今回また5、600万ぐらいですが商談が進んでるし、だって本当、まあ、まず年間1億いこうと、1億いったらガチで社長の仕事と、足場買い取りの買い取りの会社作って本当に社長の仕事で、その話をしとったんだよね、はい、でなんかだんだん恋愛相談みたいになってなりました、ね、俺のひん曲がった恋愛相談をしていや、ちょっと分かんないですみたいな。はい、まあ、じゃあどうする、まあ、インスタで、はい、まあ、まずは詳細出てますんで、はい、でちょっとあのインスタではちょっとまあ なんていうのなんか加工アプリみたいな、はい、で写真載せようかって顔見たことある、まあ、メガネもしとるしちょっと加工アプリやってるから、うん、まあ、ちょっと別人っちゃ別人だけどそうですね、本物だよあれ、やりましょうか。はい、まあ、これ売れんかったらもう責任取らせる。はい、どうやって責任取るの。
何しゅ責任取る君は。難しいですね。君はどうやって責任。倍売ります。倍売る？どうやって？はい、倍売るはちょっと無理ですね。無理っす。で、新規顧客を問い合わせ件数でいいじゃん。今さ、視聴者の皆さん、まず問い合わせ件数を今増やそうってやっとるから、インスタの、まあ、足場業者さんとか、ああいうところのインスタのフォローとか、その、問い合わせして、じゃあ今度いい情報があったらメールくださいとか、LINE でくださいとか言って、LINE とか、LINE も聞いてんの。はい。で、そういうのをくれたら一括送信できるじゃん。あ、そうですね。で、いい情報があったら送りますよっていう、興味のある人を、うん、これが売れんかったらそれ何人って決める。はい、はい、じゃあ今回、まあ、値段は言いませんが、はい、いいね、言いませんがでお問い合わせください、うん、お問い合わせくれたら、はい、まあね、業界新刊させる価格、はい、もうちょっと上げてもいいかなと思いますので、ちょっとそこは要相談こっちでやりますけど、はい、でまあターゲットによってちょっと金額が変えるかもしれん。その転売するとか他の足場さんに売るとかそういうところが払って買いに来るとちょっとやっぱもう足場資材が枯渇しとるから、材料の買い取りを本当にが追いついてないから、うん、買い取りどんどん足場資材高価買い取りしてますんで、はい、高価買い取りの方インスタのフォローの方、あの数で150の400で買ってくれる人、はい、4つ募集だね、はい、で顔出ししてほしい人はもう一切反応しないでください、はい、顔出ししますので、だけどもう一人しかないからね、あれは。その価格で買える人は、全国どこでも配送はいたしますんで、はい、まあ、金額載せるけどね。ぜひ、お問い合わせください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。営業を、今、インディードでかけてます。なので、インディードの方でお問い合わせ、見てもらったら、条件とか、営業の募集、まあ、本社と、ジム募集だよね。あれ、大きいの売れたら、ジム募集して、まあ、本当一人で、こっち足場の方にウェイトをしていこうって。1年ぐらいかけて、まあ、教えて、ジムも募集してますんで、フル社員で働ける人だよね。はい。ああ、だって8月の大阪 SNS 勉強会。もう今回結構力入れて、大阪、東京、名古屋全部決まりましたんで、日程決まりましたんで、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。せーの。また見てねー。